アンブヤット飲み物として使用されるココナッツミルクブルネー料理は東南アジアの一国ブルネーの料理であり、マレーシア、シンガポール、インドネシアの料理と似ており、それらから強く影響を受けているもので、インド、中国、タイ、日本からの影響もある。その地域で一般的な魚や米、でんぷん食品が多用される一方、牛肉は高価であることからあまり使われない。 イスラム教の勢力地域であるため、食事はハラールで、豚肉は避けられる。アルコールはブルネーでは禁止されている。地方では、野鳥やサンバー、ホエジカといった野生の動物を飼用する。ブルネー料理は、しばしば辛く、ご飯仮面と共に食べるのが一般的である。牛肉のルンダン、ナシュレマ、プテリナナスが、ブルネーの人気料理である。 数少ないブルネー独自の料理としてアンブヤットがあるが、これは、サゴヤシデンプンからなる粘りのある風味のない塊を竹製のフォークで絡め取り、酸味のある果物ソースにつけて食べる料理である。一般的な飲み物はココナッツミルク、フルーツジュース、茶、コーヒーである。中国やインドなどの他の文化から持ち込まれた食文化もブルネーでは見られる。例えばムルタバは、 インドとの交易によって東南アジアに伝わったとされる。国内での販売はできないが、個人による国外からの持ち込みは申告すれば認められる。ありがとうございます。